夜のパテアビーチ前です。ここヒルトン、さっきも撮りました。セントラルパタヤ、夜といえばここはなんかやっぱり男性が遊びに来るイメージが強いんですよね。まあタイ人の若い女の子に、まあちょっと年齢のいった男性が結構カップルでよく見かけます。今からここをちょっと散策しながら、実はここに来たら必ず行く、レストランがあります。もともとっていうか今でもタイでお仕事されている人から連れて行ってもらったとこなんですけど、そこはまあすごい人気でたくさんなんですけど、あんまり多かったら入れないかもわからないですけど、一応そこに行こうと今向かっております。こんな感じですね。すごい人ですね。なんか昔のパタヤ、あそこ見てね、ライトがほらほらほら、ライト光線が、私はこういうのがタイに来て屋台を食べないなんか言ったら怒られるかもしれないけど、私ね結構神経質でちょっとあんまりねトライできないんですよ。っていうのが一回行った仲間がきっちり食あたりをしてお腹調子悪くなったのをちょっと2回ほど見たもんで、生水は絶対に飲まないです。もちろんただしペットボトルは必ず買って、それでちょっと怒られるかもしれませんがホテルの水も歯磨きで使ってますっていうぐらい神経質なとこがあります。やっぱりね、いっぱいいっぱいです。そんていうか、なんか暑いねこれ。こきよった。ちょっとこれ曇ってる、湿度が高いね。よいしょよいしょ。道が悪いからとにかく先シャワーがすごくてもう今びしょびしょになってます、下が。よいしょ。まあここに来てからまだ2回しかマッサージしてないんで、明日で一応固定資産税の振り込みに、市役所っていうんですかね、そこに向かってやっと用事が終わりっていう感じです。まあ明日まだ市役所の場面も手続きの場面も撮れたら撮ってみたいなと思ってます。こんな感じ。これは危ない、懐かしい。結構ね事故が多いんですよね。あれバイクひっくり返った？違うね。違う。今日はチョコレートファクトリー行かなかった。明日行ってもいいかな。チョコレートファクトリー。今日はトップスで、トップスっていうお店に向かいますね。まあ知ってる人は知ってるでしょうが。
さん。よいしょ。まあ結構偽物とかね売ってるんですよ。アディダスかアドダスとかね。こういうちょっと細い路地になったらちょっと気持ち悪いかな。それと昨日一番バーズさんに教えてもらったんですけど、メールをしながら歩いて犬の尻尾を踏むと気をつけてください、噛まれる可能性あるから気をつけてくださいっていうことでした。私よそ見せるから猫踏んじゃったじゃないですけど、家の猫も踏んだりするときあるんで、まあ犬には気をつけましょうということです。まああの狂犬病とかいうのがねあるともう致死率ほぼ 100% なんで、やっぱりそれは気をつけた方がいいと思います。今ホロ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 今一人で歩いとんですけど、結構ねホタルの街って女性一人がこうやって大通り歩いてる分にはもう全く怖くないです。もう最近なんか日本の方が怖いかなってぐらい。それともう夜になったらほとんどマスクはしてないです、皆さん本当してないです。で私も一応ノーマスクです。欧米人の人はほぼノーマスクです、うん、私はまああの息苦しいのでマスクはもうできないです、まあ、こんな感じでほとんどもうノーマスクですね。ここにコロナなんてないですね。まああってもあるかもしれないですけど見えないから。まあたまにヤフーニュースが入ってきてなんか聞きたくない名前の人が出てきてまたなんかちょっと騒いでるようですけれど、それがここに来たら全くストレスフリーです。あーもうないですね。まあこれでね世界中羽ばたあちこちうろい行ってる人なんかにしたらまあ腹が立つの分かりますね。まあここもねいろんな、まあ、中国の人とかインド人とか、あとはね欧米人ほとんどかな。まあいっぱいいますけどみんなフレンドリーで、もちろんタイ人の人もフレンドリーで、あ、ソーリー、道がガタガタやから雨降ったら水たまりだらけなんです。暑い。どこ、ここの先に行ったところがちょっと早めにソンテを降りて歩いとんですけど、ちょっとやっぱり蒸し暑いな。はい、ホップスが見えてきました。ブス、あー懐かしい、3年ぶりここでよく写真撮った。待ってた、並んでる。あーやっぱ多いね、いざ並んでるか。お帰ってはるやん。スリー、わーいっぱい、ほんまいっぱい、こんな感じ。なんか3階通されるのって初めて。おやっぱり多いね。よかったよかった、活気づいてきて。そこにね生バードするんですよ、ここはビール好きな人には持ってこい、私は飲めません。初めてやね、こんな上上がるの。ここは3階になったね。まあこうやって外人の家族とか、一番上ですね、最上階。あ、初めてです。
どうも本当に楽しかったです。お疲れ様です。はい、乾杯。乾杯。ああ、美味しい。私はお酒が飲めない、つまらない女ですから、これだけ炭酸水飲んでます。これで十分酔えます。実は先ほど食べてしまったんです、美味しいものを。だからここに入るのにあんまりお腹空いてないんですけど、うわー、言いながらステーキです。ステーキです。ステーキです。これ何？ステーキ。これなんかセパクチーじゃないな。これ匂いは違うね。あ、違うか。私パクチー大嫌いだったけど、タイに行くようになってから食べれるようになったから、まあ見てもね、そんなに高くないですね。まあいろんなメニューがめちゃくちゃ要素あります。タイに行くと、あのピザもいっぱいありますし、釜があるので直接焼いて、またピザも美味しいですね。ここどうなんやろ。まあ一応は塩コショウはありますけど、本当は明日は乱闘っていうところに行く予定だったんです。パタヤから家でどうなんやろ、1時間かからないところにとっても綺麗な海があるんですけど、ちょっと乱闘には今回ちょっと固定資産税の役所に行ったりとかで、まあ、次あのバンコク移動があるのでちょっと行けないかもです。まあ時間が取れれば行こうかなとは思ってます。わー、ハムが来た。はい、サンキュー。はい、あんまり食べれないと言いながら肉は食べる。ここね、生ハムなんです。生ハムって裏でね、ハムで研ぐっていうのを切るっていうのを、後でちょっと写真が撮れたら撮りに行きたいと思います。少しできお腹いっぱいの割にはいっぱい食べるという。ここはパタヤビーチです。また明るい時と暗くなった時と雰囲気が全然違います。見えますか、綺麗です。あ、お腹いっぱい食べました。あ、先ほどマッサージ行ったんですけど、もう一回マッサージ行こうと思います。だいたいマッサージは200バーツ。それに、まあ、チップが、まあチップは気持ちなんで、ここを考えればいいと思うんですけど、だいたい私は50バーツぐらいをチップしてます。3年前までは実は100バーツしてたんですけど、
ティーウォーク、シティーウォーク。並んでるよね。人おない、ほら、なんか男の人を待ってるような女性とか。あ、そう。あー、あそこ大麻のあるよ、 THC と CBD。 CBD は眠れるっていうことで、ちょっと舌下の下に入れて寝てたこともあるんですけど、今回タイは大麻が合法になって、まあ日本では THC は合法違法なんで、ここに来ればできるというので、外国人の人いっぱい来てますけど、まあ説明は聞きましたけど、やっぱり怖くてできませんでした。